ワンリパブリックは2002年アメリカ合衆国コロラド州コロラドスプリングスで結成されたポップロックバンドである。ワンリパブリックはリードボーカリストで多楽器奏者でもあるライアンテダー、ギタリストのザック・フィルキンスとドリュー・ブラウン、ベーシストでチェリストのブレント・クツレ、ドラマーのエディ・フィッシャー、そしてキーボーディストのブライアン・ウィレットの6名で構成されている。 ワンリパブリックのディスコグラフィーについては別ページ。ワンリパブリックのディスコグラフィーを参照。バンドの最初の商業的な成功は、マイスペースと呼ばれる SNS 上で行われたもので、どことも契約が結ばれずに実施されたものだった。2002年の後期、ワンリパブリックがロサンゼルス地域全土でのコンサートを終えた後、興味を持ったいくつかのレコードレーベルはバンドにアプローチし、バンドは コロンビアレコード参加の出版社、ベルベットハンマーと契約を結んだ。彼らは2005年の夏から秋にかけ、プロデューサーのグレッグ・ウェルズと共に、カリフォルニア州、カルバーシティ、ロケットカローセルにある彼のスタジオで1枚目のアルバムを作った。アルバムは2006年6月6日にリリースが予定されていたが、グループはアルバムがリリースされる2ヶ月前、コロンビアに解雇された。 アルバムのリードシングル、アポロジャイズは2006年4月30日にマイスペースでリリースされており、その作品が評価され、マイスペースのチャートで1位を獲得した。2007年、ワンリパブリックはデビューアルバム、ドリーミングアウトラウドをリリースした。アルバムのリードシングル、アポロジャイズはティンバランドがリミックスをしており、16カ国で1位となり、さらにグラミー賞に、 ノミネートされるなど、偉大なる世界的成功を収めることとなった。2枚目のシングル、ストップステアは、前作に似て、再び成功を遂げることとなる。アルバム後に、RIAA、アメリカレコード協会から、円盤化された作品が100万枚以上売れた際に、認定される、プラチナの認定を受けた。2009年に、リリースされた彼らの2枚目のアルバム、 ウェイキングアップからはシングルオールザ・ライト・ムーブス、シークレッツ、マーチン・オン、グッド・ライフを出しており、グッド・ライフは US ビルボードホット100において上位10位を記録した。2013年にリリースされた彼らの3枚目のアルバム、ネイティブはバンドのアルバムとして史上初めてビルボード210位にランクインし、またチャートは4位、アルバムにおいて今までで最も高い記録を残した。 リードシングル、If I lose myself は、数カ国で10位以内を記録し、その一方で、同アルバムの3枚目のシングル、カウンティングスターズは、オーストラリア、カナダ、ドイツ、アイルランド、ニュージーランド、アメリカ、イギリスにおいて、トップ5の地位を獲得、近年最も成功したバンドのシングルとなった。これはイギリスにおいて、彼らのシングル史上最も高いチャートとなった。また、 アスビルボードホット100では2位に達し、2007年のアポロジャイズにおける最高順位と同じである。2016年10月7日、ワンリパブリックは彼らの4枚目のアルバム、オーマイマイをリリースした。このアルバムは、カシアス、ピーター・ガブリエル、サンティゴールドなどを含む数多くのアーティストによるフューチャリングが行われたものであった。シングル、Wherever I Go。 キッズが先行リリースされ、批評家やバンドに前アルバムからのサウンドの変化が認められるものであった。また、2007年、彼らは、ノーバカンシー、トゥルース・トゥー・パワー、介護と共同制作した、ストレンジャー・シングス、シーブと共同制作した、リッチ・ラブをリリースした。彼らの5枚目のアルバムである、ヒューマンは2021年8月27日に、 リリースされると公式に発表されている。ありがとうございます。